あ,ありがとうございますこんばんばは滝藤健一ですえー、本日はすごい寒い中、えー、雨も降ってきてとても大変な状況だったのにちょっとこんなに多くの方に来ていただいていると思ってなかったもんですからあのちょっと泣きそうっす <laughs> すいませんあ,あマスコミの方もありがとうございますサッカーがあるだろうに明日の一面はサッカーだと思いますいやサッカーでしょう だけど、あのこの映画のこともちょっと載せてもらえたら嬉しいです。えー、今日は短い時間ですけど、楽しんでいてくださいあり。ありがとうございます、えー。皆さん、あ、ありがとうございます。えー、ありがとうございます。 本日は大橋夫との悪い中、えー、お集まりいただき誠にありがとうございます森林役を演じさせていただきました渡辺修です、えー、いよいよお先行使者ということで完成広志社会、えー、皆様にお届けできる日が来て本当に光栄です、えー、本当に今日は短い時間かもしれませんが最後まで歌やさつ楽しんでいってくださいよろしくお願いします皆様こんばんは松原千恵子です私はなっちゃんの 秘密のなっちゃんですけどね。あのお母さんを演じさせていただきました。あの皆さんが本当にお綺麗であのびっくりしました。すごく楽しい映画です。ぜひゆっくりご覧ください。こんばんは、えー。秘密のなっちゃんの、えー、脚本監督を担当しました田中康二郎と申します。えー、今日は、えー、お足元の 悪い中おあのお集まりいただきましてありがとうございます。えっ、ー、とまあ好きな、えー、世界と好きな場所で、えー、撮影を、えー、と内容で、えーえー、映画撮りましたで好きな。 え俳優さんと、えー、好きなあスタッフの皆さんと映画撮れたことを幸せに思います今日は、えー、短い時間ですが、えー、楽しししんでいいってくくださいよろしくお願いします今日はもうねこちらに前の智也さんもねずぶ子がいるんですけれどももうご存知だと思いますけれどもちょっと体調を崩されていて、ね、すごい楽しみにされてたんですけれども今日はお休みという形にさせていただきましたでも改めて映画の完成おめでとうございます。 いかがでしょうか。あの滝藤さん、真横にご自身のね、はい、あ、反対ですね。わかってます。こちね、<laughs> はい、ドラッグ,グイーンのね、お姿もございますけれども、はいうん、いかがですか。振り返って改めてこうやってご自身のお姿をご覧になると、いやー、美しい <laughs> と思いますね。<laughs> でも本当に皆さんに綺麗にしてもらいました。もう自分でも驚くほど。 こんな自分もいるんだなってあの新しいこうなんか眠っていた何かがこう <laughs> 千恵子さん <laughs> あ,の、はい、あったような思います、はい、でもお話さっきちらっと聞いたんですけれども実際に、ね、エンジェルにあたっていろいろとご自身なりにリサーチをされて結果的に女優の方も、ね、こう見ながら、ね、最初はどうしてもあの LGBTQ プラスの映画ばっかり見ててそれこそあのミルクとかいろんな ボイスゾン・トクライとかいろいろ見てたんですけどなんか自分の中でしっくりこう落ちてくるものがなかったんですよねそれであもうそもそも女優さんに影響を受けたんじゃないのかなと思ってそれからはあのオードリー・ヘップバーンとかマ,ロリマリリン・モンローとか見てあのすごくなんか自分の中にこうスッと入ってくるものがあったんで、えー、その辺をすごく見て研究しました。本当に、はい、お美しかったたです早く見てもらいたいな <laughs> ね皆さんもねもう初めからポスタービジュアルをね見てからご期待されてたと思いますが素敵でございますありがとうございますさあそして渡辺さんもね横にね <laughs> その時のお姿がございますけれども <laughs>、はい、本当美しいですよねいやいやいやあのはい恐縮です <laughs> はいでもあのもちろんあのね、えー、バージンさんには負けますがなんか僕も本当こうやって 写真も含め、あの映像に写ってる新たな自分が見れて、すごく勉強になりましたし。うん、僕もなんかちょっと新たな部分が出てくるのではないかなっていう。はい、ふうに思いました。大丈夫ですか。あ、ごめんなさい。はいはいはい、大丈夫です。はい。でも松原さんもね、おすごく素敵だとおっしゃってましたもんね。はい、綺麗なんですよ。本当にびっくりするぐらい。 そして、渡辺さんはダンスもね、そう、はい、されてます。はい、お上手でしたね。どのくらい練習されたんですか <laughs> えっと、ですね、はい、あのー、まあ、これ、そっか、でも、まだご覧になる前ですもんね。あ,あのー、でも、えっと、予告とかにも出てるんですけども、えー、滝藤さんも踊ってらっしゃったり、僕は前野さんと一緒に、えー、ズブ子と一緒に踊るシーンがありまして、えー、それは結構でも練習させていただきましたよね。そうですね。はい、はい、あのー、 撮影期間中も、えっ、ー、と、郡上で泊まっているときに、前野君と二人でホテル前で。夜中練習したりとか <laughs>、はしてました。はい。じゃ、あ結構二人でね、息を合わせながらだったんですね。お上手でしたもんね、すごく。ありがとうございます。恐縮です。皆様、楽しみに見てください。<laughs> でも。松原さんもね、皆さんと共演されたわけでございますけれども、はい、私は見ながら、よく。 笑わなかったななんていうところもね、シーンの中でもございましたけれども、どうでした、皆さんも目の前にこうやって演技されていて、どんな印象ございましたか実は、女装した姿は、あの画面で初めてお会いしたんですよ。あの普段は、本当に優しい滝藤さんで、あのマッサージ機を持ってらしたんですよ <laughs> どう、どこのかちゃんと研究しまして、同じものを買い求めました、ありがとうございます。 気持ちがいいものだったんですけど <laughs> 関係ないですね。ごめんなさい。<laughs> あの影響を受けたっていうとそういうところをあの自分自身の体を健康に保つために、はい、ありがとうございました。とんでもございません。光栄です。<laughs> 楽しい現場でしたか、松原さんは。<laughs> あの。 現場ではあまりお会いすることがなかったんですけどもあのお化粧したりしてる時にいろいろ参考になるなあのじーっと見てしまいましたきれいになっていく様とか。 そう,いうのそうなんですねでも滝藤さん,、ねうんうん、結構こう、ね、メイクとかも時間とかかけられてたんですああ時間はかかったんですけどでも、中子さんと僕ら3人あのがっつりあのシーンあったんですけど本当に僕らは好き放題やってて中子さんがとても大きく受け止めてくださっていたので、ね、とててもあの自由にやらせていたただきました3人のちょっとドタバタな感じの、ねはい、トークで本当に笑わないのかななんて思いながら見てました。<laughs> あの、おかしかったですけども、<laughs> 前では笑っちゃいけないかなと思ってあまり、はい。真面目にやらせていただきました。はい、ありがとうございます。<laughs> いやでも本当にですね、あの今回素晴らしいキャスティングだったなと思いますけども、監督改めてね、皆さんとご一緒していかがだったんですか、はい、えーあ なんかた楽しかったです,すごいあの皆さんのお芝居を間近で見させていただいてで脚本を書いてそれがどんどん皆さんのこうで膨らんでいくっていう瞬間をもうずっと撮影中見れる幸せともう嬉しさと最高と思ってました。はいはい、監督からは

ありがとうございました。そう,そうなんですね。ね監督のねあ,あの、はい、お母様の方がご出身がそのになってまして。だからこそすごいグジョウの方々がね、うん、たくさん後半も出てきたりするんですけど、でも、うんはい、監督はこれオリジナル脚本ってすごくないですか皆さん。ね（役者の皆さんは大変だったと思うんですけれどもね。いやでも監督は本当にた毎日楽しそうに。 あの穏やかに、あの僕らを見守ってくれてたので、本当に自由に。伸び伸びてやらせていただきましたね、はい。ありがとうございます。はい。ねはい、監督、どうなんですか、はい、こう、今三人並んでますけれども、はい、ドラッグクイーンのね、はい、の皆さんが。はい、で、このドラッグクイーンの皆さんの中で、監督が個人的に、はい、あ、素敵。そんなの聞きたい,かい。<laughs> <laughs> はい、本に書いてありますから、すみません。<laughs> どうですか。ええー、けどな、自分で。<laughs> ちょっとそんな諦めきれないな。なんかあ早くしてよ。<laughs> もう早く <laughs>、はいね、いやもうみみんなさんにも大好きなんでごめんなさいちょっと浮気者ですが三 <laughs> 人とさせてください。大丈夫でございます。でもこれだけのですね本当にあのストーリー <laughs> しかも笑いがあって涙があるっていうコメディセンスも抜群の設定でね脚本でございましたけどどういったところで思いついてお書きになられていったんですか。 ええと、いや、思いつい思いついて。うん、なんか。いや、もう、本当に、一緒に、隣にずっと、その、皆さん、それぞれキャラクターと一緒にいる感じで、同じ気持ちになりながら。書いていくっていう、作業だったと思います。はい。だから、はい、バージンさんのシーンはバージンさんのシーンで、森、りのシーン、森のシーンで。で、お母さんも、こう、一緒に隣に座っている感じで。 みたいな感じでちょっと一緒に同じ気持ちを共有しながらそれぞれのキャラクターに一緒にいたと思いますそういういい感覚でやってたかなと思います途中からロードムービーになるんですけど滝藤さん、はいね、渡辺さん、まあ、今回、前野さんいらっしゃいませんけど皆さんお三方でご一緒していて何か思い出に残っていることとかございますか僕はやっぱりージマンの祭りのシーンですかね最後の。うん あの大変な時期にやっぱり東京からこう何十人で行って温かく迎え入れていただいてあのとても素敵なシーンがあのエキストラの方が何百人も来ていただいて撮れたのですごくエネルギーをもらいましたし本当に嬉しくてこ,のこういうところで撮影ができる幸せをとてもかみしめてましたはい。 渡辺さんいかかがでしたか、はい、あもちろんあの滝藤さんおっしゃったようにその九条八丸の最後のお祭りとかいろいろあるシーンはたくさん僕も好きなんですがそれ以外で言うとあの今回全編通して結構、えー、台本にない部分も結構多くあの監督が採用してくださったと言いますかあの車の中で結構移動,移動するシーンがただ今回ロードムー,ビーなムービーなのであるんですけど、えー、結構 前野さんと滝藤さんと3人でその辺本当リアルな会話をいろいろとさせていただいたりあと天候を利用してえ映像にはい雨が降ったりするシーンとかも本当なんか天候にいい感じでこう恵まれたりとかなんかこう予期せぬいいハプニングがたくさん起きてるのでそこは見ていただけると多分感じるのかなというのは思います。 何か渡辺さん滝藤さんとね共演されていて印象に残っていることってございますこうトークの中でとかトークの中で。いっぱいあると思いますよ <laughs> <laughs> えーっと普通のトークってことですか普通あえー、っと、えー、いやたくさんありすぎてっていうことではあるんですけど <laughs> はいあのまあ,あのいろんな取材でも話させていただいたんですけど、えー、本当に大尊敬する先輩役者様だということをずっと、えー、僕は えー、昔から言い続けてた方なので、えー、まあとにかくこうライフスタイルも含めてですね、いろいろと現場でお話聞くのがもうとにかく毎日楽しくて、あしお芝居以外の部分では、そこは本当に僕としては、えーえー、本当に光栄でした。<laughs> はい。あ、りがとうございます。はい、滝藤さんどうでした？でも滝藤さんあの撮影中っていうのは、こうカメラが回ってない時はスイッチがこうオフになって、僕は一回もオフらなかったです。えー、あのず と女性でいました。もう撮影の何ヶ月か前から。はい、なので、あの渡辺君と前麻薬はやりにくかったと思います。あ <laughs> そんなことはないです。そう、あの撮影じゃない時、もうずーっともうこういう感じだったから。<laughs> そうだね、とか言って。だから、そうだよね。そうでしたね。はい。だから、今日初めて、本当の僕と、あの、うん。そうですね。喋ったって感じですよね。ねはい、撮影当時とはやはり、全然違う印象と言いますか。はい。 違う意味でちょっと緊張はあるんですね、もしかしたら。そうですね、2度緊張しました、だから2回目です、<laughs> ね、緊張が。いえいえ、そんなことはないですよ <laughs>、ね。さて、本日なんですけど、ちょっとここにね、今、何かが置かれるような状況でございますけれども、松原さん、ぜひご紹介していただきたい方が、<も>はい、お願いいたします。私ののの息息息子子子役でですすいいいなんんけどカンニングさんはい そうですね。はい、はい。じゃあちょっとよろしくお願いいたします。はい。なんとなっちゃんが <laughs> 見てください。ギャ <laughs>、ね、ンニング竹山さんのお着物姿のなっちゃんでございます。どうですかご覧になられてみて皆さんもね。可愛い,いですね。可 <laughs> 愛い,いですね。 私こういうか紛争したあの息子に会ったことないんですけども、もそうですよね。はい。そうなんですよね。実はね。<い>でも今回ちょっと特別にこう映画の中でね、こちらと監督ね、はい。ね、お写真の方で。はい。写真の方で出ていたみて。えー、はい。あ,あのカンニング竹山さんをこうキャスティングしようと思った理由監督どこだったんでございましょうか。ああ、そうですね。えっ、ー、とーそのいかすごい悩んだんです。あのー、もう死んじゃってるんで。 あのど,うどういう方がいいのかなっていうのがあって寝てるっていうかあの安らかに眠っている方なんでだから、はい <laughs> で。けどただ皆さんがあの分かるあの方がいいなっていうのとあと言たらこの,この3人の、まあ、先輩ボスというような役柄なので、えー、なんかちょっとご意見番のようなイメージがあったらいいなと思って、まあ、ちょっとスタッフみんなで相談して。 カンニング竹山さんベストだっていう形で決めさせていただきました。はい、すごいですよね。カンニング竹山さんがなっちゃんとしてどんとね、滝藤さんや渡辺さんいかがでしたか。今回ね、カンニング竹山さんと、ま、なんでちょっと終わらったんですか。<や> <laughs> 監督がね <laughs> 言っちゃったなと思います。<laughs> <laughs> いやとっても素敵な方でね、はい、もう。 説得力と言いますか、はい。その先ほど監督がおっしゃっていたように、まあ主体という <laughs>、えー、なんていうのかな、やっぱりこう主体でもインパクトと言いますか、えっ、ー、と言葉はすごい難しいですね。<laughs> あの、はい。もう監督のおっしゃる通りだと思います。はい。<laughs> ファッションもすごく今回ね素敵なんですよね。もう今のねこのカンニング竹山さんのファッションもすごいですけれどもどうですかファッション番長の滝藤さん的にご覧になられてみて。<laughs> え、高山さんのですか。全体あ。 竹山さん,竹山さんいやほら僕はあんまりファッションのことわかんないですけどファッションってほら年、ね、を重ねれば重ねるほどもう何でも成立してきますからもうこのファッションがどうかわかんないですけど竹山さんは何着てもあのかあの素敵だと思います、はい、<laughs> でもあのそれ以外の映画の中のね衣装っていうのも結構滝藤さんもいろいろとチェックされましたか 僕あのめんとにコロナで1年延期になったんでその間監督と LINE とかで密に連絡を取り合っててたまにこういう衣装が着たいと思うんだよねとかこういうイメージなんだけど監督どう思いますかとかこういう YouTube 見たとかそのいろんなこうすり合わせというかコミュニケーションはずっと取ってましたね、はい、監督と。なのでもうより、ま、膨らんだというか。はい あのこう皆さんで一緒にだろうこう作り上げるという感覚も、まあ、初監督作品で、まあ、なんかいろいろ教えていただいたなという気持ちをして一緒に作り上げていく楽しさというかそういったものを、はい、感じながら、はい、伺っておりました、はい、渡辺さんも何かご自分のこうアイディアとか、はい、取り入れてもらったのってありますか衣装に関してですか。衣装とか まあ、衣装は僕に関してはちょっと正直自分はマネキンだったのでちょっとあれなんですけど、えー、っとそうですねあの今回監修に入ってくださったエスムラルダさんとか監督ももちろんなんですけどいろいろな方からのアドバイスといいますか今回ダンスを教えてくださったユイ先生という方から、まあ、その 指先の動きとかそういうのを盗んでなんかそういうのを参考にしようと現場中練習中は努力したつもりではありますけど、はいね、勉強になりましたあそこはぜひ、ね、皆さんちょっと楽しみにしていただきたいと思いますけど、ね、松原さんはでも映画全体ご覧になってどんな感想を楽しいですよ、見てて。あ 聞こえませんでしたあのすごく見てて楽しくて心がほんわかあったかくなるような、はい、そういう映画ですだから皆さんも楽しんでください見ていってくださいどうもありがとうございます、えー、スタッフキャスト一丸となって、えー、とても大事に大切に作った映画です。あのハートフルで、うん 愛くるしいキャラクターばかり出てきますので心が穏やかになりますしとても優しい映画になっております、えー、ぜひ皆様に早く見ていただきたいです今日はありがとうございましたよろしくお願いしますどうもありがとうございます